横浜馬車道クロコダイル専門ブランド馬車道今井です。今日はですね、川との出会いが絶対にあるっていうのをちょっとご紹介させていただきたいと思います。週末に来ていただいたお客様なんですけれども、2年前にこの形の藍染めの花あさぎという薄いブルーを買っていただいていたお客様なんです。で、今度はこういうこっちの2つ折りのお財布をということでメールの方で何度かやり取りをさせていただいて、グレーもしくはヒマラヤもちょっと興味があるっていうことでこのグレーを取り寄せたんですけれども、で来られる前からどうしようかな、どの色にしようかなっていうふうにお迷いになってて、で私の方から他の色も見てくださいと、実際に見ると全然他の色に決まることもあるからっていうことで来ていただいて、でとりあえず定番のこの黒とかからですね、大きさもこういう風にありますよ、で一枚一枚この布の並びも違いますよっていうことと、で実際に型紙も当てるとこんな風に布の入り方も違ってきますよっていうのをこういう風に型紙も当てて説明をさせていただいてですね、こういうネイビーも定番でありますよと、で同じくらいのサイズでもこういう風に全く一枚一枚表情も違いますよっていう風に説明をさせていただいて、花あさぎを初っ端から選ばれる方なので、こういうちょっと普通のものよりはちょっと違う色の方がいいんじゃないかと思いまして、こういうグリーンですとか結構蛍光色っぽいこんな鮮やかなグリーンも入ってましたので、こういうのもおすすめをしていたんですね。ただ取られてから割とすぐに最初に買っていただいた花あさぎの色が自分にはすごく合っているんだっていうことを何度もおっしゃられてたので、私はもう花あさぎなんだろうなと思って、で一応このグレーもご希望だったので型紙も当ててこれ1枚1枚これは選んできたものなんですけれども、こっちもこっちも表情が違いますよって型紙もこういうふうに当てて、こっちだったらこう、こっちだったらこうっていう風にこうどっちがいいんですかねなんて言って選んでいただいてたんですけれども、その花あさぎの色にいやこれをすごく出会いを感じるっていうので、でそうだあったなと思いまして、ちょうど1枚ですね、なんとなんと本当にぴったりのものがこうありまして、これをお見せした時にもうこれってあこれですってもう一発でこう気に入っていただいたんですけれども、これに決定していただきました。で私もこれはもう出会いの一枚だろうと思ったので、一番最後にありますよこれってこれですよねって言ったら、ああもうこれだっていうことで、来られるまでこれをお見せするっていうか全く眼中になかったんですが、眼中にないものも、実際にこう見るとこのやっぱり一枚一枚このワニちゃんもやっぱり生きてるものなので、もう一匹一匹とかこのワニちゃんたちの表情も生きてた時のこのちょっと証しみたいなものがやっぱりこの皮一枚一枚にこのやっぱり出てくるんですね。なので、何を言いたいかっていうと、やっぱりお店に来ていただいて一枚一枚こう見ていただいて選んで買っていただく、オーダーしていただく、オーダーの場合はもう本当にこうお店に実際見ていただいて型紙もこう当ててどんな風にこの符が出るのか、これなんか本当にこうぴったりなんです。ここもツヤもいいですし、でもちろん一級の商品です。で自分が思ってたもの以外のものにこうやってパッと決まるっていうことがよくあるので、ぜひお店に来てこう見てさ、本当にこう触って、でこのワニちゃんがどんな感じなのかっていうのを体感していただいて、それで決めていただければと思います。オーダーの場合は本当にお店に来て見て触って決めていただければと思います。ご自身の出会いの一枚が必ずあると思います。でなかったら私が探しますので、ぜひお店でこう一枚を確認して出会いの一枚を探しに来てください。それとですね、このお財布もなんですけれども、やっぱり写真だけでは実際に普通のお財布と何が違うのって思われがちだと思うんです。でなかなか映像とか写真ではこれの良さというか重厚感っていうのが伝わらないので、こちらのお客様もそうなんですけれども、実際に見ていただくとうわすごいって言って今回こちらの形にしていただいたんですが、このお財布も見ていただいて、じゃあこの色にする
こっちの形にするっていうのを決めていただければと思います。それともう一つ、これも、ちょっとこれは余談になるんですが、こちらのお客様はあの海のそばに住んでいらっしゃって、僕はやっぱり海が好きだしブルーが好きなんだよなっていうこともあってこの色になりました。馬車道今井の YouTube チャンネルでは新しく入荷した革をこのように動画で紹介していますので、動画が面白かった、参考になった、オーダーの参考になったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。